今回は常識破りの空き家不動産投資術を紹介します。70件の空き家再生で年収1200万円のノウハウを全公開。物件を持たずに家賃収入を得る。経験ゼロ、知識ゼロ、無借金で大丈夫。起きて破り、型破りの投資法。空き家問題で悩む相続人。 自治体関係者必読所有せずに利用する投資法をサブリースかなと思っていましたがそこは著者なりのひねりが加えられていました空き家問題で悩む相続人自治体関係者必読と帯に書いてありますが 逆に読んんで欲しくありません笑い地区古物兼のデメリットをメリットに変えている手法はさすがだと感じました個人的にポップは嫌いなのですがこの本のようなポップなら全然ありだと思いますただこの投資法に必要なのが「努力」「根性」「コミュニケーション能力」「皇族性」の方がこの投資法を実行するのに邪魔になるのは プライドでしょう。逆に、おじいちゃん、おばあちゃん、おばちゃんと長時間話すのが苦にならない人であれば、再現性は高いと考えます。私も高校生の時まで2万円のボロ借屋に住んでいたので、意外と需要はあるのではないかと思います。空き家を再生し、誰も損をしない大見省、人的な投資法に脱帽です。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。